源氏物語絵巻、徳川美術館像大山絵は日本での絵画様式の一つ。中国風の絵画、唐絵に対する故障であり、平安時代に発達した日本独自の絵画のこと。陸絵、和絵などとも表記され、山和絵、和画と書いて、山和絵と読むこともある。源氏物語絵巻などの絵巻物に典型的に見られる。土佐派などの流派に受け継がれ、近代。 現代の日本画にも影響を及ぼしている。仮の葉は、山和絵の伝統と、動画の技法、主題を統合したと自称する。山和絵の定義は、時代によって、意味、用法が違っている。平安時代から14世紀前後までは、画題についての概念であり、日本列島における古事、人物、事物、風景を主題とした絵画のことであった。対立概念としての、唐絵は、 当の古事人物事物に主題を取ったものであり、様式技法とは関係がない。14世紀以降は海外様式についての概念になり、平安時代に確立された伝統的海外様式を山和へと称するようになった。一方、唐絵は、宋以降の中国画の技法に基づく絵画、また、日本に輸入された中国画そのものを意味する言葉となった。 平等院十本上昇東扉東アジア一体に強力な政治的文化的影響を及ぼした党は907年に滅びた。アジア諸地域ではこの頃から中国の影響を離れ文化の地方化が進んだと言われている。日本においては894年に県東市が廃止され10世紀には党の影響が薄れいわゆる国風文化が起こった。 漢字をもとに棚が考案され、和歌や物語文学が交流し、和洋書道が成立したことなどが、その具体的な現れであり、山和への出現も、この頃と推了される。唐らに対する、山和への語の書質は、藤原光勢の日記、今期の長保元年10月30日上とされ、そこには、山和へ400秒部に、当時のお塩として、 評判の高かった構成が文字を書き入れたことが記録されている。同時期の制作である、源氏物語、絵合わせの巻には、竹取物語、うつほ物語、伊勢物語などの物語絵が登場する。当時の宮廷、貴族社会において、日本の物語文学を題材にした絵画が享受されていたことがわかる。現存する平安時代の絵画作品において、 仏教以外の世俗画としては、邸宅内の長度や間仕切りのための、障子、屏風など大画面の作品が制作されたとされる。しかし、現存するものは、社寺関係のやや得意な遺品のみである。平安時代前期から中期にかけての山和絵の絵師としては、小瀬派の小瀬かな丘とその子である小瀬正美、アスカブ、ツネノリなどの名が伝わるが、これらの絵師には現存する確実な遺品はなく、 実作品からその作風の変遷をたどることはできない。絵巻物にしても、現存するものは、源氏物語絵巻など12世紀頃の作品が最古であり、11世紀以前に遡る物語への実物は現存しないため、その実態や様式の変遷については今なお不明な点が多い。平安時代の山和への遺品として、真っ先に挙げられるのは絵巻物である。4。 大絵巻と称される、源氏物語絵巻、伴え、大納言上え言葉、四季山演技、長寿人物ギガはいずれも、平安時代末期の十二世紀に制作されたものである。鎌倉時代は、平安時代に続いて、絵巻物が、盛んに作られた時代である。戦乱や、武士の生活に題材を取ったものが現れ、民間宗教の時代であることを反映して、自社演技や高層電気 仏教説話などを題材としたものが多く描かれた。後者は、謝辞への法恩の意味で奉納されたものも少なくなかった。この時代の絵巻物のうち、合戦絵としては、平時、物語絵巻、猛古襲来絵言葉、前九年合戦絵言葉、後三年合戦絵巻が有名である。謝辞演技絵としては、北の天神演技絵巻、春日権現演技絵巻、石山寺演技絵巻、 小川寺縁起絵巻などがあり、高僧伝絵としては、法年聖人絵伝、一辺、清江、採用、物語絵巻、鑑人和上統制絵伝、現状三蔵絵が知られる。その他、日記文学を題材とした、紫式部日記絵巻や、東国武士の生活を伝える、小サブ三ー絵巻など、鎌倉時代は、質、量ともに、絵巻物前世の時代となった。竹崎末永、 蒙古襲来へ言葉二世の傑作、神後寺三蔵のうち、伝源の頼朝像。大和への手法で、実際の人物を写実的に描写した、肖像画を二世と呼んでいる。二世には、藤原隆信、真実不死や、合心らによる、軽快な線病の個性的な一連の名品がある。言葉上皇像、花園天皇像、伝源の頼朝像、伝兵茂盛像、 伝藤原三吉像、新嵐商人像、工場佐根時像、工場賢治像、金沢貞明像、金沢貞行幸像などが代表作として知られる。鎌倉時代の山和絵では、このように写実的性格の強い人物肖像画が現れ、絵巻物の中にも電気物が登場するなど、肖像彫刻の流星などと合わせ、鎌倉文化における個人及び個性に対する強い、 関心が伺える。室町時代中央から戦国時代にかけて現れた、戸佐光信は、十王図、月本寺縁テ絵巻などで知られる。後進はまた、永正三年、越前の朝倉正しのために、京中図を描いており、これが、落中落外図の文献上における初見である。後進は、このように苦芸や武家、自社のため多くの作品を描き、大和への題材、 技法を拡大した。特に絵巻物に定評があり、従来の伝統的な絵巻のほか、当時、サえ」と呼ばれた小型絵巻を描いたことが知られる。さらに、ご縁友天皇像、桃板田四千像、伝足賀吉政像、三条西佐ネ像など肖像画の名品も、更新筆と伝わるが、更新画、肖像画を得意とすることは、当時にあっても知られていたことが、 同時代資料からも裏付けられている。障壁画流星の桃山文化に天下人と結びついた仮の葉に対し山和への名門であった土佐派は16世紀半ば以降、押され、儀味になる。土佐派はまた、天下人の支援を受けた仮の葉の宮廷への進出に対抗することができず、足利義明邸の障壁画を描いた土佐光重は、その晩年、京都を去って、 堺に移り死去。その子の土佐光元は秀吉に従軍して戦死し、土佐派は宮廷どころ職の地位を失ってしまった。弟子の土佐光吉が流派を継ぐが、そのまま堺を拠点とし、上落要請に応じなかった。その子の土佐光則も堺で活動するが、晩年に、この三つと共に京に戻った。三則の門人の住吉女系は、 江戸幕府御用絵師の住吉派の祖となった。土佐光沖は、父と共に、寛永11年、18歳で父と共に、京都に移り行は家を拠点とした。女王3年3月10日、38歳で、受法した左近衛絵将軍に著され、この際に、江戸頃安職となったとされる。土佐派中高の祖と呼ばれる、光沖以降、土佐派は、 江戸時代を通し朝廷の江戸頃は図職を務めた。ありがとうございます。